はい、皆さんこんにちは。 NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。ただいまですね、松山市はですね、松山城の天守閣におります。ここからですね、松山市街をですね一望できるできますので、ちょっと動画の方を撮影しております。今はですね、松山城天守閣から東の方角を見ているところです。四方が見れますので、ちょっとこれから4つの方向を見ていこうと思います。はい、ちょっと画面切り替えます。今ですね、松山城から北の方を見ております。松山大学が見えまして、その奥には瀬戸内海が見えます。松山市、四国第一の都市だけあってですね、本当に大きな建物がたくさん並んでいるのが分かるかと思います。こちらはですね、松山城から西の方を見ております。沿いにある空港ですね。比較的松山市中心街から近いところにある空港であるということが分かるかと思います。画面の方を切り替えます。はい、こちらはですね、松山城から南の方角を見ております。というわけでですね、このように松山城天守閣からはですね、松山市内を一望できるところになります。皆さんもですね、ぜひ一度松山市に来られた際は松山城天守閣登ってみてはいかがでしょうか。動画の方終了します。ありがとうございました。